いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は、この閉鎖型のスプリンクラーヘッド、これにですね、熱を与えて、その開放状況についてご説明いたします。こちらのスプリンクラーヘッドは閉鎖型なので、この中見てもらったら分かるんですけどね、閉鎖状態になって、水がですね通らないような形になってるんですが、熱を受けてですね解放されると、こちらの中が開いてですね、勢いよくスプリンクラーヘッドから水がですね散水される、まあそういったですね仕組みになります。そしたらですね、実際にお湯の中にヘッドを入れて解放状況を見ていきましょう。ちょっと見ていてください。はい、スプリンクラーヘッド開放。